ナが6月9日に26歳の誕生日を迎えました。おめでとう。なんだ。どうですか26歳になって。大人だよね。大人だよ、やばくない？うちらもう26だから後半よ。20代もうこっからは30歳までのカウントダウンみたいなとこあるよね。でも年齢なんて関係ない。いや全国の女子年齢なんて関係ない。関係ない。私たちはいつまでもちゃっかりしていきたいと思ってそうまだうちらシラフ今日は私リチャナに対して何もプレゼントはないから先に、ね、もう大人になってからはなんかご飯おごるねみたいな、ね、確かにご飯多いよね。今日もサムギョプサル食べました。おごりました。え、じゃあちょっとさ誕生日っぽいことしようよ。しよう。ほらケーキ、ろうそく、あ、3本でいいか、うん、どう？いいよね。いい感じ。マッチ1本、火の用心、火事の元で。あ、そうなの。じゃあいきますよ。怖いなマッチ。あー、ついつい、あー、つい、ね、それ全部だ。マッチはギンギラギンにさりげなくおー、マッチあー、怖い。ねえ、普通こ、あ、違う、こっちが、こっちじゃない？おお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 お第2弾。うん、おっきい。落ち着いて、正確に。落ち着いて、正確に。いいよ、言ってくるよ。いやいやいや、ワイが歌わせていただきます。はい。何語がいい？英語。日本語で。ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーとユー。日本語だった？英語じゃん。いきまーす。あれ、え、さっきなんで一発で言ったの？ねえ、おめでとう。ありがとう。シャンパンパンしていい？よし、腕の見せ所でしょ。心に宿ってるホストをもう全開放して今日ホスト来たのね、私は。じゃあ誕生日よし、じゃあいくよ。リチャさんのバースデーをお祝いするために今からシャンパンをあげたいと思います。それではリチャな姫ハッピーバースデー。大丈夫です。あと10分後には2人ともベロベロでーす。ありがとうございます。なにこれ、下はどうなっちゃってるわけ？うん、うん、ね、知ってる？いちごは可愛く食べなきゃいけないんで。いちご可愛く食べるには基本が必要だよね。うん、わかる。いただきます。うまからさ、舌はそっち、あやひはこっちで、うん、一番、うん、おっぱいっぽい、うん、ハートの風船探す選手権しよう。両者見合って、せーの。この色でしょ、絶対伝わる。あれ、ちょ、負けたよ。みんながよくやるやつ、やりまーす。できんの？ういぃー、え、すごい。じゃあ、カリーにゲームしてあげる。うん、蓋の裏にね、番号書いてあるの。多分、0か100ぐらいまでの数字がここに書いてあるの。それを当てる。いきます。26、66、48、91、38。正解は39。惜しい。最後30。じゃあ分かった、私が考えた数字当てて。うん、じゃあさ、先にさ、そっち見せて。 OK、 5個ね。うん、
14 25 25 25。なんで25なの。バナナ、私マジでバナナが嫌いなんです。自分の試験の友達の時はバナナの配分を見せつけるっていう気候をしているので、うん、今日は茶に向けて、ウキキウキキウキウキ早食いね。目標何秒。いや分かんない、想像つかなくない。確かにバナナの早食いなんてめっちゃ食べたことないもんね。よーいスタート。9秒。これ早いのか遅いのかも分からない。大丈夫、おめでとう。ありがとう。嬉しい、嬉しいよね。ねえ、嬉しいよね。それ本当お願いだから結婚式だけはやんないで。あー本当にバナナ嫌い。私もなんでさ